キリュウさん、キリュウさん、もう日本に着いたのか。ずいぶん深く眠ってましたよ起こすのが気の毒になるくらい。そうか、悪かったな。あ、それとさっき一番からメールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが、逃げられたって。アカネさんとラニはまだ見つかってません。進展があればまた連絡くれるそうです。分かった。ハワイのことは今は一番たちに任せましょう。俺たちはまずは病院です。そのために帰ってきたんだから。南波さん。ああどうも。あのどうでした？ご本人も認識されていますが、症状がかなり進んでいます。正直こうやってご本人が直接通院されてきたことに驚いています。それぐらい体への負担は大きいはずです。尋常ではない精神力をお持ちなんでしょう。そんなに悪い状態なんですか？医師の立場としては今すぐ入院して療養に専念することを強くお勧めします。それが無理でもせめて在宅で安静にして療養するか。はい、でもきっと。ええ、はっきりとその意思はないとおっしゃられました。決めるのはあくまでご本人です。医師にその権利はありません。おそらくもう何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか？何かのきっかけでお考えが変わるかもしれませんから。ええ、わかりました。失礼ながらあの方は自ら生きることを放棄しているように見えます。死に急いでいる、そう言い換えてもいいかもしれません。医者として正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力をお持ちなのに、一体何がそうさせているんでしょうか。本当なんでなんでしょうね。どうぞ。ここ一番の家なんです。汚えとこですみません。すぐにもっとゆっくり休める場所を探しますから。いや、そっちさえ構わなきゃここがいい。ホテルに泊まるより人目につかねえ。俺もう死んだことになってる身なんでな。そうでしたね。花輪さんからも言われてますよ。人前で呼ぶときは鈴木太一さんでって前にも使ってた偽名なんだ。気を使わせちまって悪いな。まあそんなことより、ねえ桐生さん。ん？聞いた話じゃあんたもう治療しないってことだけど、そいつはどうなんですかね。医学は今この瞬間も進歩してるし、もう少し粘ったってバチは当たらねえ。よかったら俺もいろいろ当たってみますよ。何かがんの新しい治療法とか。いいんだ、構うな。それについちゃ大道寺の連中も散々調べてくれた。俺なりに何もあがかなかったわけじゃねえんだ。せめて茜さんたちが見つかるまでは持ってほしかったんだがな。これからって
時にガタが来ちまった。思い通りにいかねえもんだ。キリオさん、失礼しますよ。ああ、もしかして俺の出てる間ずっと調べ物してたんですか？ダメですよ。それじゃあ何のために日本に帰ってきたんだか。どうにか春日たちの力になれねえかと思ってな、パレカナについて調べていた。収穫はねえけどな。ネットで分かりそうなことは、ほら、あのエイちゃんってのがやってくれてます。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。無駄だよ難波、その人に何を言ったところでね。ん？お前は客を連れてきしまいました。あ、大丈夫、信用できるやつですから。どうせ一人にしたらまた調べ出すに決まってる。不毛なことは承知の上でな。確かコミジュルの、ええ、孫妃ですよ。覚えてました？今はハンピン・リューマンも束ねる偉人町の顔役です。私はあなたと同じ日陰者だ。周りには死んだことになってる人間が他にも大勢いる。だから私と会ったところで大道寺の人間は気にしないだろう。なんでここに？病気の人間に挨拶させる手間を省いてやったんだ。それに裏社会での格はあんたの方が上で、こちらから挨拶に出向くのが筋ということにしておこう。あの俺がチクったわけじゃないですよ。こいつ桐生さんが来てることをあっという間に嗅ぎつけてて。そういや、この町の情報はコミジュルに筒抜けだったな。座ってもいいか。とりあえず万病の薬を持ってきたんだ。一応元看護師の身としてはおすすめできねえんだけどな。伝説の竜が起こしたあらば手ぶらで来るわけにはいかないだろ。なるほど、春日はよそ行っても相変わらずだな。自然と周りに人が集まってくるのはあの愛嬌のせいか。愛嬌ね。まあ言えてる。ああ、それがあいつの不思議なとこだ。見てるうちに何か力になってやりてえと思わせやがる。言いたかねえが、それがあいつの人徳ってやつなのかもな。それ聞いたらあいつ喜ぶだろうな。ん？どうした？俺の顔に何かついてるか？なあ、キリュウさん、あんた一番好きな食べ物ってなんだ？なんだ急に。言い方を変えようか。今日人生が終わるとして死ぬ前に何を食べる？最後の晩餐ってやつさ。おい、どうしたんだよその日。今のキリュウさんにそんな話。別に構わねえよ。けどなんだろうな、死ぬ前に食いてえもんか。やっぱりね。普通はそんな時間をかけずに答えられるものだ。どういうことだ？
あんたがいかに自分のために時間を使ってこなかったかがよくわかる。常に誰かのために生きてきたね。兄弟分の代わりに10年無所に入ったんだったな。え、そうなんすか。無実で親殺しの汚名を着てたんだ。で、その懲役中に消えた沢村由美を追い、その娘である沢村遥の成長を見届け、ここ何年かは彼女たちのために自分の死まで偽装している。だが本当の死が間近なら、最後くらい自分のために時間を使ったらどうだ。言ってることはよくわかるぜ、ソンヒ。その通りだ。俺もそう思うんだけどよ。はあ、なんであんたが俺にそんな気を回すんだ。コミジルの人間も似たところがあってね。かつて我々は人言派に忠誠を誓い、生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた。その呪縛を逃れたはずのこの地でも、なかなか自分の人生を取り戻すことはできない。結局そのまま最後を迎えた同胞を何人も目にしてきたよ。彼らの上に立つ身としては寂しい限りだ。あんたは俺のボスじゃない。ああ、だがここは私の町だ。堂島の竜に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い。はあ、随分な言われようだな。そんなすぐ死にそうに見えるのか俺は。いや、そこまでじゃないんですがね。けどここは使命として休む、気晴らしするってのはどうです。多分その日はそう言いてえわけだろ。ま、そんなところだね。気晴らしって何をしろってんだ。じゃああんたなら何をする。ん、私か。なんだよいざ自分が言われたら何すりゃいいかわからねえってか。いや、そうだな。私はよくバッティングセンターで気晴らしをする。無心で球を打つんだ。大抵は半純義に生意気な口を叩かれた時。ああ、またそういうアクティブなやつはちょっとまずいな。今の桐生さんはとにかく安静にしねえと。よしてくれ。俺はまだそこまで弱っちゃいねえよ。なら、その言葉を証明してもらわないとね。ん？行こうじゃないか。今すぐに。この街にはいくらでもお楽しみがある。だがまずは一発バットでかっ飛ばすといい景気づけになるな。マジか。よし、わかった。俺も孫悲に乗りますよ。街に出ましょうや、桐生さん。どうせ横になって休む気もないんでしょ。ったく参ったな。まだマッコリが残ってるじゃねえか。伝説の極道がケチなこと言うな。飲み足りなければこの先私がいつだって付き合ってやる。何年も組織のトップなんてやると、たまには対等に口聞いてくれる相手が欲しくなるんだね。それにあんただって難波と二人じゃすぐに息が詰まるぞ。確かに言えてるな。あんた、そりゃないでしょうよ。つべこべ言わず私も仲間に入れるんだな。この町にいる限り異論は認めん。
どうも、こんばんは。ちょっといいですか？あ？今、僕ら財布なくしちゃって、だから、お金貸してもらっていいですか？ちょっと偉人町の顔役さん、この町の風紀はどうなっとるんですか？こんなチンピラのしつけまで押し付けるな。とはいえ、大事な客人がいるときにこれとは最悪のタイミングだな。あんたが気にすることじゃねえ。ろくでなしはどこにでもいる。ねえ、だからお金出してってば。何ボケっとしてんだ。いいよ、もうやっちゃおうぜ。それな。桐生さん、下がっててください。なんだと。言いたいことは分かってます。でもあんたは今こんなことで体力使っちゃダメだ。あんたのエネルギーはもっと楽しいことに使ってもらわには困るんだ。ああ、それに言ったろ、この町にいる以上あなたは私の客人だ。この不始末は私がきっちり責任を取る。お前らてことで、やる気ならかかってこい。中年の意地見せてやら。やってやる。さて、始めようか。なんだこれ。どうしました、桐生さん。具合悪いっすか？いや、そうじゃない。なんだ、何が見えてる？ん？そういえば、春日が似たようなことを言っていた。敵がモンスターに見えるだったか。あ、それ一番が言ってたやつ。よくわからんが来るぞ。気をつけろ。気遣いには感謝する。だが、てめえが売られた喧嘩を人任せにするのは趣味じゃねえ。俺も混ぜてもらうぜ。何？バッティングの前の準備運動だ。たく、無理せんでくださいよ。やるか。かかしねえ。ほら、来いよ。どうした？かかってこい。止める。ソラ、くれてやる。行くぜ。来ないでくれ。しっ、しっ、頑張りますか。怖いの？え？目覚まりだ。かかってこいよ。さっさと来い。怖いの？来いよ。え？遊んでやるか。怖いの？え？ほら、来いよ。来ないのか？必殺！よし！と！怖いの？はい！私の番。どうだ？どうだ？ああ！俺の番か。手数がいるな。やるか。脇が甘いな。行くぜ。シンプルに行くぜ。かかってこいよ。頑張りますか。私の番。俺の番。出番が来たな。やるか。聞いたかよ、俺の活躍。
飛龍さん、大丈夫でした？ああ、ありがとうな。おかげで助かった。なんだか逆に気使わせちゃいましたね。そんなことはない。本当だ。お前たちのおかげで俺も春日の見てた光景を見れた。俺もあいつから話を聞いた時は分からなかったが、どうやら仲間と立ち向かうのが勇者ってやつらしい。これが勇者だけに見える景色なのか。キリュウさん、なんだよ、一番とあんたにしか見えない景色ってか。かっこいいじゃねえか、なんか。喧嘩相手が化け物に見えて羨ましいか。まあそれもそうだ。まあ何はともあれ気を取り直していきましょう。ああ、ありがとうございます。いつでも戦えるぞ。カレーの匂いがすると無性に腹が減るな。わかります。カレーは食欲がなくても食えちゃいますよね。実は俺ね、カレー作るの結構好きなんですよ。大量に作って1週間寝かせたカレーはコクが段違いなんです。おいおい、そんなに寝かせたらさすがに痛むんじゃねえのか。極上のコクと旨味を味わえるか、痛みに負けて腹を壊すか、食うまでわからないギャンブル性のある禁断の料理ってところです。負けた時悲惨だから、そのギャンブルはやめておけ。いい感じだ。
いらっしゃいませ。ありがとう。DVD。 なんだ、見たい映画でもあるのか。いや、そういうわけではないんだが、先日ハン・ジュンギが大量にレンタルしてきてな、見たいドラマを置いてる店をようやく見つけたとか言って。あいつあれちゃんと返したのか。モニターの前にあったような。優秀なやつなんだが妙に抜けているところもあるからな。意外と過保護なんだな。あいつもそこまで間抜けではないだろう。甘やかすつもりはないんだがな。そういうところも含めてお互い支え合えてるんだろうな。あ、念のため返却期限は確認してやってもいいかもな。まったく世話の焼ける。よし。すげえゴミの山だな。街中にこんなのがあるとは。あ、キルさん、気をつけてください。ん？気をつける？こういうゴミ山には動物が潜んでることがあるんです。俺もホームレス時代にここでアライグマと鉢合わせしましてね。あいつ意外と凶暴で強いんですよ。ギリ勝ちましたけど。こんなところにもアライグマがいるなんて驚きでしょう。俺はお前がゴミをめぐってアライグマと勝負してた方に驚いてんだが、いい感じだ。んでこれ。ねえ、後悔するなよ。私の番。お？どうしよう。かかってこいよ。止める。痛めつけてやんよ。行くぜ。来ない。終わらせる。出番が来たな。相手してやる。必殺。やる。俺の番か。寝てる。頑張りますか。さっさと来い。私の番。脇が甘いな。そこが勝負は。これの活躍まだ強くなれるだろうな。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。よし。
そういえば今朝情報番組の占いコーナーで私の今日のラッキーカラーはピンクだと言っていたな。孫悲はそういう占いを気にするんだな。別にいつもチェックするわけではないんだがな。しかし一度見てしまった以上は多少気になるというか。まあその気持ちはわからないでもないな。だがピンクの小物のような可愛らしいものは持っていないし、今日はラッキーになれそうにないな。鏡を見たらラッキーになれる気がするが。いいことありそうな髪の色だ。え？あ。よし。焼きそばの香りがすると不意に夏祭りを思い出すな。祭りなんて長く行ってねえな。孫悲も屋台で遊んだりするのか？まあ私もそんなに行くわけではないが、金魚すくいが得意だった。どの魚が油断しているか一目でわかるんだ。そいつの動きを見極めて最低限の動作で仕留める。何匹でもすくうことができるぞ。金魚が欲しくなったら言ってくれ。コミジュルの総帥に目をつけられたら金魚もお手上げだな。では金魚が必要になったら孫悲に出張ってもらおうとしよう。いい感じだ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございます。ここのカレー屋はうまくてよく繁盛費と来るんだ。ただ店主が食事中に何度も何の追加を進めてきてな。こういうカレー屋ではよくあるよな。一度断ったら目に見えて肩を落としてしまった。以来どうにも断りにくくて毎回つい頼んでしまう。案外お人よしなんだな。そりゃ腹も膨れるだろう。とはいえ多いものは多いからほぼ半分期に渡している。いつもはち切れそうな腹で店を後にしているよ。そのせいなのか、あいつはここに最近来たがれなくてな。絶対そのせいだろう。よし。高級焼肉屋の近くで飯を食うと何でも高級焼肉の味に感じるっていうライフハック知ってます？ホームレス時代に先輩から教えてもらったんですよ。それはライフハックなのか？聞いたことないか。まあ嗅覚をフル活用して匂いをおかずにする技っすね。他にもカレー屋やうなぎ屋でも応用ができます。100歩譲っておかずになるとして
店に迷惑がかかるんじゃないのか。なのでギリ迷惑にならない近場の公園探して食ってました。やってることはあれだが、一応マナーってもんはあるんだな。いい感じだ。